こんにちは、住吉智明です。今回はキャンメイクのものだけを使ってどれだけすっぴんに近く見せれるようにメイクできるかに挑戦してみました。私すっごい目が悪いんですけど、もうナチュラルのメイクということでカラコンは絶対使えないと思って、でカラコンしか持ってなかったので、今日はもう目が見えないままやるので、ちょっとねトラブルあるかもしれないんですが、どうぞ。まずはこちらのキャンメイクマーメイドスキンジェル UV の01番を塗っていきます。これは SPF50 入ってて PM4+ 入ってるので日焼け止め効果はバッチリだと思います。これはスーッと肌に馴染んでって結構化粧水みたいな感じで塗れます。触り心地はサラッとしてるんですけど、ベタベタしないのでいいと思います。肌もワントーン上がりました。私メイクしててなかったんですけど、どうしてもやっぱりメイクしていきたくて、でもバレたくないっていう人はベースメイクとかで頑張った方がいいかなと思うので、肌をいかに綺麗に見せるかが大事だと思うので、こちらのキャンメイクのポアラップジェルを使っていきます。これはね、部分用化粧下地で毛穴とかをしっかり隠してくれるんですよ。でこれを気になるところに塗っていきます。色はこんな感じで薄いベージュしてるんですけど、塗るとサラサラの肌になります。綺麗に見せたいところにしっかり塗っていきます。で次はこちらのキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを使っていきます。マットオークルです。これをねパフに取ってのせてしまうとちょっと化粧してる感が出ちゃうかなと思うので、今回はこのブラシを使って軽めにのせていきたいと思います。はい、こんな感じでベースメイク完成です。で次は眉毛やっていくんですけど、ちょっと私眉毛がなさすぎて、眉毛だけはちょっとナチュラルじゃないかなっていう感じです。ごめんなさい。ミックスアイブロウ02番使っていきます。この一番濃い色と真ん中の色を混ぜて使っていきます。うん、本当にナチュラルに。髪の毛の時点で私もう茶色だから、ここ茶色にするしかないんですよね。まあでも眉毛はあんまりやらない方がいいと思います。でチークとかアイシャドウとかはバレやすいと思うんですけど、ノーズシャドウならねバレないと思うんですよ。なのでこの一番薄い色を使っていきたいと思います。指でやったりすると結構バレやすいかなと思うので、こちらのスポンジを使っていきたいと思います。このスポンジをこんな感じで取って、この目のところにのせていきます。ちょっと鼻高効果があるかなと思います。で次にキャンメイクストロングアイライナーのブラウンを使っていきます。これはこんな感じのブラウンなので、ブラックよりはバレにくいんじゃないかなと思います。描きすぎるとねバレちゃうと思うので、本当にここのギリギリのラインを描いていっています。本当にちょっとだけはみ出します。はい、こんな感じです。で最後にこちらキャンメイクユアリップオンリーバーの01番を塗っていきます。これは色がついてるわけではないんですが、で自分の色を発色してくれるので、まあ、バレにくいかなと思います。はい、こんな感じで完成です。本当にねコンタクトしてないから全然見えなかった。私の場合眉毛がなかったので、ちょっとどうしても茶色に塗るしかなかったのでバレると思うんですけど、まあ他の部分はバレにくいんじゃないかなと思います。ちょっと薄めから始めてって、おバレなかったってなったら、ちょっとずつちょっとずつ乗せていけばいいかなと思います。まあ、やらない方がいいんですけど、やっぱりね可愛くしていきたいと思うので、ナチュラルに見せるようにするためにはチークとかアイシャドウとかをのせるよりかも、肌をどれだけ綺麗に見せれるかと、あと立体的に見せられるかっていうところをやった方がいいかなと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本当にさ、コンタクトないと何も見えないんですよね。やっと見えた。